はい、皆さんこんにちは。以前から話している通りね、私このマジックマウスが大好きなんですけどね、アップルの。まあその理由はもうね、このね、表面のタッチでね、横スクロール、縦スクロール、斜めスクロール、自由自在ってとこなんですけどね。まあただね、このマジックマウス基本的には、ね、お値段結構高いじゃないですか、1万円以上ってことでね。まあなんでその、まあ予備機とかとしてね、マウス、まあいろいろまあ探してはいたんですけどね。これはね、同じ3話で横スクロールのあるやつなんですけど、まあただまあね、このマジックマウスと同じっていうわけにはいかないんですけど、ところがね、今回ね、3話の方から新しいマウスが出てね、でどうもこの真ん中にこう丸いのがついてんでね、もしかしたらこれね、360度スクロールできんのかななんて思ってね、ちょっと買ってみたんで、今日はねこのまあ3話の丸いマウス、これね、使い心地どうかチェックしていきたいと思います。はい、ということでね、こちら3話のね、この丸いマウスなんですけどね、お値段は2980円でした。まあこのね、真ん中のこのね、丸い部分が果たしてどんな使い心地なんでしょうか。で、開けていきたいと思います。4倍速でバババババッと開けまして、じゃーん、出てきました。おー、確かにまん丸ですね。これデザインのイメージ的にはね、自動掃除機みたいな感じですよね。で、これね、乾電池も付属しております。で、これ見るとね、この Bluetooth 接続とレシーバー接続両方ができるということなんですね。まあ、ハイブリッドという感じでしょうか。まあそれでね、これレシーバーがここに写真があるんだけど、梱包に入ってなくて、あれ?と思ったんですね。まあただまあそれはまあ置いといて、まずはあの電池の方をね、入れましょうということで。で、電池の方ね、どっから入れるかというとね、ここのね、これ上から入れるんですね。こんな感じで、ここに指を入れて、ぐっと力を入れるとパッとね、外れましてね。で、お、そしたらなんとなんとレシーバーがここに収まっていましたね。これはね、すごいですね。これコンパクトさが売りのマウスなんで、レシーバーを使う人でもですね、まあこれがね入っていれば忘れたりしないという仕様のようですね。これはちょっとね、なかなかよくできてますね。すごいですね。大したもんです。まあ電池式で50時間持つらしいんですね。で、まあ待機を入れて1日8時間使用すると88日って書いてましたかね。まあ蓋をカチッとしまして Mac の方につないでいきたいと思います。で、これね、裏側ですけどね、まあ、ここはまあ、高額のね、部品になっていて、ここがですね、まあ、電源ボタンでしょう。で、左側のボタンの方でですね、これ、モードがまあ、3チャンネル切り替えられるってことで、で、このね、切り替えをすると、赤の時がレシーバーで、この緑2つが Bluetooth 接続モードと、まあ、3チャンネルあるわけですね、モードが。で、レシーバーの方はペアリングされてるようですけど、まあこのね、最近の MacBook はこの USB のタイプ A ってないですからね、まあこういったハブなど、アダプターなど介して接続するしかないんですけどね、まあただ、あらかじめペアリングされていますから、まあこれについてはね、こうやってスイッチを入れるだけで使うようになるみたいですね。まあレシーバーのでね、使ってみましたけど、まあ個人的にはね、その、まあ滑らかさって意味では、まあそんなに好みじゃないかな。まあまあという感じですよね。まあサードパーティーのマウスっぽい動きをしていましたけどね。で、このね、左クリック、右クリック、まあ両方ね、ボタンはありますんで、まあ普通に使えるのとですね。まあマウスの速度なんかね、調整したら、まあまあね、使いやすくはなりましたけどね。で、そしたらね、Bluetooth の方ね、試してみたいと思います。まあレシーバーって、まあなんか Mac の場合はなんかね、つないで使うのってなんかスマートさにかけるんで、私は Bluetooth のが好きなんで、このボタンを押して、モードを Bluetooth の1に変えまして、で、その後はね、これ Mac の方の、設定アプリですね、Bluetooth の項目のところで一番下に出てくるんで、初回はこれ Bluetooth はペアリングモードに勝手になるようなんでね、まあ候補として出てきて、接続をするとね、こちら認識をしたという感じですね。まあ、で、まあ、個人的な感触でしかないですけど、なんか Bluetooth 接続の方がなんかこう真っ暗しいこのカーソルの動きなんかしてるような感じがしましたけどね、私はこっちの方が好きかもわかんないですね。それでね、ところがなんですけどね、例の真ん中のボールはどうなのかと思いまして、このスクロールをやってみたんですよね。そしたらね、これ、このように、まあ縦スクロール普通にね、
まあ、くるくるとねスムーズにいくんですけど、ところがねこれねやってみたらなんと横ってこれね動かないんですよね。そうか、これ見た目はボールなんだけども、これね蓋開けてみると分かりましたけどね、結局ねこれ普通の、まあ、ホイールと同じで、まあ、形状が丸いっていうだけでね、この横は動かないってことがね、まあ、この今になって発覚したということで、まあ、なんでね私これ完全に勘違いしていまして、例えばまあファイナルカットなんかだとね、これ縦スクロールは普通にできるんですけど、このマジックマウスなんかでできる横スクロールっていうのはやっぱりできないっていうことで、まあなんでねこれ仕様とかね製品ページでは分からなかった部分がまあここで発覚したということで、まあもしこれでスクロールを横をやるとしたらですね、まあこのねシフトボタンを押しながらですね、このようにまあスクロールをすると横に切り替わる、で離すと縦に切り替わるという、まあ要するにこれ形状は丸いけども普通のホイールのスクロールと同じというねことだったんですね。まあ、なんでね今回勘違いしてね、これの代わりになるかと思ったんだけど、このね、縦横斜めできるマジックマウスのようなスクロールは、まあ、お預けということになってしまいましたね。でまあこれのね、まあ、予備機として使っている、まあ、同じく3話のやつ、まあ、これだったらねこの部分で横スクロールできたりもするんでね、まあこれもまあ横スクロール反応がすごいいいかというとそうでもないんだけども、まあ、で、まあ、今回のマウスの場合には、このなんか昔 Mac にね、まん丸のね、マウスついてたんですけど、まあそれを思い出すような形状でもあったんでね、まあその辺はちょっとね、面白いかなと思って買ってみましたけど、まあこのね、真ん中のボールについては、まああくまでも普通のホイールと一緒ということでね、まあどうしても横スクロールで使う場合には、まあシフトを押しながらというね、まあそんなような感じになるというところでね、結構痛恨の勘違いでございましたね。まあファイナルカット以外でもね、Adobe のイラストレーターでもそうですね、このように縦スクロールはできるけど横はできないんで、横をやるんであればシフトを押しながらというね、まあそんなような、まあ、普通のマウスと同じ仕様でやるしかないみたいですね。でまあその後ですね、メイン機の方で使っているこの、まあ、マジックマウスの、まあ、電池のねバッテリー充電中に伴ってですね、まあこれを予備機として使うということなんで、まあこの MacBook Air にね一回ペアリングしていますけども、このモードを切り替えるともう1チャンネル Bluetooth の方で接続ができるんでね、まあそんなんでね今日の動画編集に、まあ、一通り通しで使ってみたんですけど、まあこのね、まあ真ん中のボールについてはまあ横スクロール、まあどうしてもね、シフトを押しながらという感じで、まあただまあね普通のマウスに慣れるためにはまあこれやっといてもいいのかななんていうふうには思いましたけどね。まあただまあ基本的にはね普段やっているようなこのねマジックマウスでのこうババババっていうなんかスピード感のあるね横スクロールはまあね同じような動きにはならないなというのはねありますがね、まあそれはもうお値段もね3倍だったりするんで仕方ない部分かとは思いますけどね。まあ、ただねこのマウスのねとってもいい点っていうと、やはりこの薄型で小型ってことでですね、まあこういった、スリーブケースのポケットなんかにね入れることもできたりして、でしかもこのねレシーバー好きな方はレシーバーも内蔵することができちゃうんで、まあその点はまあとってもね、いいのかなと思いました。ただね1点だけね、この丸型ですから、どっちがこう上の方向なのかっていうのは、まあ、ちょっと直感的にはまあこうね分かりづらいので、こう手を離してね持ち直した時に若干ですね戸惑う場合もあるかもしれません。まあそんなんでね、かつてアップルが出していたこの有線のマウス、マイティマウスってなったんですけど、これね、ここにボールがあってね、これがまあ縦横斜めスクロールに使えたんですけどね。で、まあそれの進化系が今のマジックマウスに当たるわけですけど、まあそれと同じように勘違いして買う方はね、ご注意というね、ところでですね。まあちょっとね、あんまりディスることもできないんですけども、まあ製品ページからですね、これが縦にしか動かないってことはまあ伝わってこないような、まあ表現になっていたように、まあ見落としもあるのかもしれませんけどね、私には見えたんで、まあそのあたりこのね、マジックマウスの代わりと思って、購入はしない方がいいというものでございました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。